はい、今日はナスの黒酢味噌炒めです。いろいろナスは油と相性がいいので作りますが、今日は本当に映えませんが、ね、ナスだけで作っていきます。ナスはヘタを取ってから、するの好きです。今日は皮を剥いて、トロトロ感が違うなって思います。縦に棒状に切っていきます。皮を剥くことによってトロットロに、もういくらでも食べられる炒め物です。油をフライパンに入れていきます。で、炒め、千切りにナスをしていきます。もうちょっと油多い方が美味しいです。くっつかないし。だけどちょっと今ダイエットモードの2人なので、ちょっと油少なめにしました。少なくしましたが、本当はもうちょっと油が多い方が、やっぱナスは油との相性がとてもいいので、本当は油をもうちょっと多い方がトロトロとなって美味しいです。はい、どんどん千切りにしたのをフライパンに入れて、結構量があるように見えますが、炒めていきます。今日はナス3本。ナスはこれから炒めていくと、ほんの我が家の一番定番はナスは、おそうめんのつゆ6本ぐらいやっちゃっても全然したと思うんですけど、ごま油で炒めて、お醤油とかお酒、砂糖たっぷりのおつゆを作って、熱々のナスのおつゆに冷たいおそうめんつけて食べるの、我が家の夏の定番です。ニンニク炒めていきます。まな板にはニンニク、潰して皮を剥いて、包丁で潰して、ちょっと香り付けに入れていきます。なんだか今日のニンニクは皮がなかなか剥けてくれませんでした。ちょっとニンニクの皮剥くのが手こずりました。包丁で叩いて、ナスの中に入れます。脱水したのも、入れちゃいながら、こんなにありますけど、炒めていくとだいぶ少なくなりますので、今日は3本でしたが、本当は4本、5本、6本作っちゃっても全然ペロリと食べられます。はい、調味料合わせていきたいと思います。調味料を作っていきます。今日はお味噌と大さじ1、黒酢たっぷり、いつも大さじ2ぐらい、これは白胡椒でも黒胡椒でもどっちも何でも大丈夫です。アクセントに胡椒を欲しいですね。でよく溶いていきましょう。
砂糖、砂糖2分の1ぐらい。調味料を入れていきます。強火にして絡めていくんですが、やっぱり水分あるので最後に片栗粉で片栗粉を溶いて、水で溶いて片栗粉を回し入れて旨味を封じ込めます。はい、さらに味が絡んできました。これで完成です。いきます。これで完成です。ちょっと映えないんですけど、ぜひやってみてください。めちゃくちゃ美味しいんで、一回作ってみてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。